サ島沖海,海保ヘリ墜落事故は、2010年に、香川県中田土郡多度津調査、柳島沖に、第六艦区海上保安本部所属のヘリコプター、秋鶴が墜落した、航空事故である。事故期は2007年11月に、鹿児島航空基地から、広島航空基地へ配置外になった。この時、機体の愛称が、ルリカケスから、 一般公募により秋の国と鶴とを組み合わせて秋鶴に2008年3月変更された。事故期となった秋鶴は広島県三原市にある第六艦区海上保安本部広島航空基地所属であった。秋鶴は8月18日13時47分に広島航空基地を離陸し、セット内海のパトロール及びデモンストレーション飛行を行った後に帰還する予定であった。 秋鶴は、海上での油漏れや不審船舶などのパトロールの合間に、香川沖を航行していた、司法修習生が乗船していた船舶に対し、デモンストレーション飛行を実施していた。秋鶴は二度目のデモンストレーションまでの合間に、パトロール業務をしていた。低空飛行をしていた15時10分ごろ、瀬戸内海に浮かぶすけ柳島と隣の小島を結ぶ。 6000ボルト送電線に機体が接触し、そのまま海面に激突し大破沈没した。目撃証言によれば、事故機は送電線のすぐ上で全部を斜め上に向けて、上昇しようとしていたが、突然逆さまにひっくり返りローター部分を下にして、後部から煙を出しながら、海中に落ちていったという。登場していた、乗員5人は全員殉職した。 同乗者が全員死亡しているため事故原因は断定されていないが、機長及び副操縦士が河川を認識していなかったこと、航空障害等を指認していなかったことが事故原因として推測されている。この事故をめぐり六官本部の説明が2点3点したことから批判を受けた。発生当初、六官本部は事故は通常のパトロール業務であったと記者会見で説明し、 二回のデモンストレーション飛行の合間に起きた事実を公表しなかった。その直後デモンストレーションをしていたことが発覚、隠蔽しようとしていた、説明責任を果たしていない、などの批判がマスメディアから出されることになった。そのため9月3日に、前原政治国土交通大臣は、第六管区海上法案本部の本部長と次長を9月10日付で移動させる人事を発令し、 事実上の更迭処分となった。事故機の残骸は現場海域から引き上げられ、8月22日に広島航空基地の格納庫に搬入された。事故機は広島航空基地で証拠品として保管され、2011年夏に第六艦本部が管理する広島市南区の倉庫に移された。その後、高松海上保安部による捜査集結を受け、 2012年7月に解体された。広島航空基地は事故の風化防止のため、秋鶴の識別版を保存展示することを検討している。ありがとうございます。